の粒マスタードを使っております。大学の先輩なんで、この人と結婚するっていう話になってたんで、結婚もしたいし、仕事もしたいし、銀行の地域限定総合職やったら、バリバリ仕事もして、その中転勤って言っても、近畿エリアだし、できるんじゃんっていう考えのもと、銀行に就職したんですよ。この方が、1人目の時は育休さん、産休取得にしたんです。なので、まあ、でも休んでた時もあるので、実質働いてたのは3年半から4年ぐらいですね。まあ、もともと料理するのが好きやって、でもまあそんなにだからまあ手作りはしてたんですけど、そんなに何を食べるかまではこだわってはなかったんですけど、1人目の1人目出産した後、母乳マッサージで通ってた予産院で、予産師さんの話を聞いて、やっぱり人間の体は食べてるものかっていうのと、特にマッサージなんておっぱいなんて、お母さん食べたものオンリーだから、やっぱり食べ物とかは気をつけてほしいっていうところから意識をし始めて、って感じですね。そっから、まあ、せっかくだったらちょっと、気軽に、まあ、通信教育でその食品導入されてたら勉強できたんで、まあ、勉強してみようかなとか、ハワイ語で、たくさんの実を結ぶっていう言葉なんです、うん、私のミナの実が果実の実、実の実なので、何かそれに関連付けた英語にできないかなと思ってたところ、で、たまたまその時ちょうどフラダンス習ってたんで、あ、じゃあなんかハワイ語でたくさんの実を結ぶってすごい広がっていきそうですし、なメニューはもう本当に、もちろんリクエストがあればそれもお聞きしますし、あとはもうインスピレーションというか、まあ、もうメインはインスピレーションで、あと、まあ、たくさんメインの他に野菜を使っておかずをたくさん添えるんですけど、それはなんか、まあ、その時その時、まあ、農家さんから仕入れるこのリストを見て、まあ、今週こんなにしようかなって考えたりとか、思いつきで仕事が忙しかったりとか、まあ、子育てが大変なお母さんのちょっと助けになればっていうのもあって、まあ、ここでランチをする以外にも常備菜作りとかお弁当作りとかっていうのもやってます。で、ちょっとでも心が軽くなったりとか気分が軽くなってくださる方がいらっしゃれば嬉しいです。